こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回もいい個体が入ってますね。ライカを代表するレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M3 の今回はシングルストロークになってますね。中期の頃の個体ですね。CL が924362ですので、1958年ですね、の、シングルストローク、ライカ M3 ということになりますね。はい。シングルストロークなんですけれども、こちらは924ですけれども、96ぐらいからですね、この巻き上げが、このスプリング式からラチェット式に変更されてまして、ラチェット式になると、この感触が結構変わってくるんですね。スプリング式の方がこう滑らかですね。ね。こうぬるぬると非常にスムーズに巻けるということで、こちらのスプリング式のシングルストロークの方が非常に人気の高いモデルになっているんですね。やっぱりこのライカ M3 は感触とこのファインダーが命というふうに言われてますね。ぜひですよ、お早めにチェックしてください。では、外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、目につくすれあたり、へこみなどは見られない、だいぶいい状態の個体だと思いますね。この軍艦部によくあるすれとかあたりなども見られませんね。はい。よくあるライカメーターのすれとかですね、こういう肩の部分にぶつけたり、当たったりした後も見受けられないですね。金属のストラップが吸った後もですね、まあ、ゼロではないような感じで、ちょっとテカっている感じはありますけれども、ご覧のようにほぼ見えない感じですね。左側も綺麗です。アイレットも削れたりとかしてないですね。はい。バックドアも綺麗で、アイピースも綺麗ですね。フロントもこういったダイヤル部分のトップもメッキのスレなども見られないですね。はい。マウントも綺麗です。はい。いいですね。底蓋部分も三脚の跡とか、こう地面に置いてガリガリとやった跡もありませんし、落下して当たったような跡も見受けられないですね。強いて言うと、ここにちょっと凹みが見られるのと、ここにちょっとメッキのスレがあるかなという感じですね。はい。こんな感じです。あとはですね、ファインダーも綺麗ですね。フロントから見て、曇りカビとか、バルサム切れはほぼ見えないですね。こうご覧いただいている通りですね。チリホコリの混入も見えない感じです。若干プリズムのですね、このミラーにちょっとスレがあるのかなというような感じは、ちょっと見受けられますけれども、まあよく見ないとわかんないですね。接眼部から見てもですね、はい、全然綺麗なままですね。全くすれあたりとかですね、曇りカビ、バルサム切れ、ジリホコリの混入といったのは見えずに、大変クリアな状態キープしてますね。ご覧の通りですね。はい、フィルムセレクターとレンズの脱着によってですね、ブライトフレームも全種類、スムーズに表示しておりまして、見にくくなったり、かすれたりとかですね、薄くなったりしてませんね。でもって、ピントの20度もくっきりはっきりと、コントラスト強くしっかり表示しておりまして、縦ずれもなくてですね、ピント合わせ、フレーミングともに何のないファインダーをキープしております。はい。あと、針側ちょっと、言及するの忘れてました。すいません。針側もですね、こういった欠けたり剥がれたりしやすい部分もしっかりとしておりまして、補修跡もなくですね、針側は 100% 綺麗な状態と言っていいと思います。こう浮いてですね、こうひびが入ったりもせずに、こうしっくりと手に馴染む状態キープしてますね。はい。では、シャッターをチェックしていきます。シャッターは低速の1秒から見ていきましょう。これが1秒ですね。はい。非常に安定して切れてますね。続いて2分の1秒です。はい。2分の1秒も、はい、いい感じです。
続いて4分の1秒ですね。はい、こちらも全く問題なく切れてますね。はい、低速にシャッターの粘りとか膜の遅れなどないのがお分かりいただけます。続いて中速125分の1秒を見ていきます。はい、いいですね。シャッター音もこう変わりましてですね、しっかりとこうスムーズに切れてますね。ここでセルフタイマーもチェックしていきます。こうレバーをぐっと下げて、このスイッチでスタートいたします。しっかり動いてますね。今シャッターが切れて、はい、最後までしっかり動作しています。底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、金属の腐食、サビ、汚れとかないですね。バックドアの開閉も問題ないですね。オリジナルのスプールも付属しております。シャッター膜とかですね、この内部の素材の劣化などないですね。はい、綺麗な状態です。ではここで1000分の1秒高速シャッターきちんと開いているかどうかチェックしていきます。はい、いいですね。1000分の1秒もこう一瞬ですけれども、しっかりとですね、開いてますね。はい、ということでシャッターは、はい、低速から高速まで全く問題なく動作してますね。で、底蓋もですね、こう緩かったりきつすぎたりしないでしっくりと閉まってますね。付属品がこちらのボディキャップになってますね。ということで、非常に状態のいいライカ M3 の1958年製シングルストロークですね。非常にいい状態なんですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカを代表するですね、レンジファインダーフィルムカメラボディライカ M3 のシングルストローク1958年ドイツ製の個体です。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。